皆様こんにちは、水木なつみです。本当にたくさんの皆様に支えていただいて、私もあっという間にデビュー5周年そして18歳でデビューいたしましたので、5周年ということは今年24歳になりまして年女なんですね。本当にこう記念の年、節目の年ということで、年女は縁起がいいことがたくさん舞い込んでくるよってたくさんの方々に言っていただいてたので、どんな一年になるのかなとワクワクしてたんですが、本当に早速素敵なご縁をたくさんいただきまして、今年は都内で初めてのコンサートも開かせていただきましたり、そして4月に発売した新曲もありますが、アルバムも今年第2弾、2枚目セカンドアルバムが発売となりました。歌つぐみ2というアルバムです。10曲の昭和歌謡名曲、そして5曲のオリジナル曲が入っていて、15曲たっぷりお楽しみいただける作品になっております。今回このアルバムにだけ、このアルバムにしか入っていない、このアルバムでしか聴けない特別な、オリジナル曲も中に収録していただいておりまして、私の出身が茨城県なんですね。すごく大好きなふるさとなんですが、実は魅力度ランキングという毎年発表されているランキングでは47都道府県中47位を5年連続獲得している県なんです。なので、私も出身の者として、少し茨城を盛り上げたい、もっともっと、盛り上げたいという思いを込めて作っていただいた曲なんですが、その名も納豆音頭という一曲がアルバムの中に収録されております。納豆好き嫌いが分かれる食べ物ですので、苦手な方もいらっしゃるかと思いますが、そんな方にも楽しんでいただけるような、可愛らしい曲ができました。そして、いろんな全国で歌わせてもらってるんですけれども、振り付けがついてる曲なので、ぜひとも遊びに来ていただいて、振り付けも皆様と一緒に、やりながら、楽しみたいなと思ってます。ぜひ水木なつみの、イベントお近くにありましたら応援に駆けつけてください。そして納豆音頭一緒に歌いましょう。よろしくお願いいたします。